こんにちは、 NMB48 小島かりんです。関西のいろいろな魅力を伝えて、関西に住みたい、行きたいと思っていただきたいと思いスタートした関西いこいこチャンネル、1月は NMB48 小島かりんが担当します。今はですね、茨城市に来ているんですけど、私も何度か来させていただいていて、すごく住みやすい街という印象があります。なので今回はどんな魅力を知れるのか、ちょっとウキウキしています。この動画で皆さんにいっぱい魅力を伝えていきたいと思っていますので、皆さんぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、茨城に行こう行こう。さあ、茨城市にあるザ・ファームさんに来ました。ここにはですね、いろんな植物が売っていたりとか、ご飯を食べるスペースもあるみたいです。まずね、この入ってきて一発目にすごく思わず写真撮りたくなるような素敵な素敵なオブジェなんていうのかな、これはですね、登っていいらしいんですよ。なのでちょっと私も登りたいと思います。すごいわあ、子供が好きそう、こういうの。あ、ここまでかな。あー、これ写真撮りたくなりますね。こういいですね。では奥の方に入っていきたいと思います。ここには庭木がずらっと並んでいます。うわ、すごい、本当にいろんな種類の植物がありますね。うわ、こんなお家にあったらテンション上がるだろうな。これすべて買うことができるみたいです。購入も可能で。本当にちょっとお花畑じゃないですけど、そんなところに来たような感覚になりながら、自分の気に入った植物をね、買うこともできるって。あ、すごい、なんだろう、これみかんだ。みかんの木、レモンとかもあるのかな。ファンの皆さんに持っていただくペンライトのカラー、推しカラーっていうのが赤なんですよ。なのでちょっと赤に染まってるこれなんかいいかなって思いますね。自分のなんか赤ってこう熱さがあって好きなんですよ。だからこういうのがお家にもあったらちょっと暑苦しいかな。でもこう気分を上げるにはいいのかなって思います。いいですね、私から。すごいな、こんなたくさん、お、こんなたくさんの植物の中を抜けるとですね、あ、カフェ？キッチンって書いてある。ここはレストランですね。ご飯も食べることができます。じゃあ中入っていきますね。おしゃれ、わあ、すごい、めちゃくちゃおしゃれです。店内もたくさんいろんな種類の植物がね、置いてありますね。よいしょ。わあ、これはご飯も美味しいでしょうね、こんな素敵な場所で食べれたら。かわいい、ライトアップもされてて、すごくね、メニューも豊富で、どれも美味しそうなんですけど、ちょっと何がおすすめかちょっとね、聞いてみたいなと思います、店員さんに。すいません、メニューがすごく豊富で迷ってしまうんですけど、店員さんのおすすめはどれですか？平日でよく出てるのが、はい、うん、カレープレートの、はい、すごい美味しそう。中にオリーブオイルとチーズが入ってきて、すごく大きい、こう丸めた大きいナンみたいなのが出てきます。あ、この中に、美味しそう。ドリンクもついてますので、はい、結構お得なので、平日は売り切れたりとか。あ、そうなんですね。ちょっとこのカレープレートも気になりますし。さ、カレープレートです。思ったよりナンが大きい。うわー、美味しそう。ちょっとじゃあ行っちゃいますか。もちもちしてる。おー、わー、いい匂いする。うん、うわー、美味しそう。いただきます。うん、おいしい。うん、あ、でも結構酸味の効いた
カレーですね。うん、辛すぎず食べやすい。ナンももちもちしてて止まりません。うん、レモンかけてみます。ちょっと変わるのかな雰囲気。うん、あ、レモンかけたらまたちょっと違ったカレーを食べてるかのような感じです。なんか香りが、レモンの香りがさーっと鼻に通って美味しいし、エビがプリプリしてて最高です。うん、あ、美味しい。お腹いっぱい食べたんですけど、次は植物が買えるという場所に来ました。もうまずこの見た目から私はすごく雰囲気が好きです。とっても可愛くて思わずね写真撮りたくなりますけど、中がどんな雰囲気なのか気になります。わー、すごい、これ全部買えるんですね。すごいな、こんな大きいのに。ここはですね、世界中の植物が置いてあるんですって。すごい、すごい、ちゃんとどれにもあの値札がちゃんと貼ってあります。本当に買えるんですね。こういうのをお部屋の中に飾るのがあの夢ですおしゃれに飾るのが、こういう垂れ下がってるやつ。びっくりした、びっくりした本物ですよね、びっくりした。いや、なかなか動物園にもいなかったりすると思うんですよ、フクロウって。ここで見れます。皆さんぜひ写真とかね撮ってみてください。なんか道みたいになってます。道、こうすごい、緑がいっぱい、ちっちゃいのから本当こんな大きいものまで、もう本当ジャングルみたいですよね。世界中の植物がいっぱい集まってるので、日本じゃなかなか普段見れないものがいっぱいで、これは楽しいです、すごく。さあ続いては楽しみにしていたいちご狩りです。ここね、ザファームさんは大阪モノレール西都西駅から阪急バスで約5分で着くことができるんですけど、そんな近くでいちご狩りができるってもう最高じゃないですか。なのでちょっと私もやりたいなと思います。じゃあ中に入っちゃいますよ。かわいい、いちご、ナンバー15、いちごってことか。お、あ、かわいらしい。ここもすごくめちゃくちゃかわいいですよ。足元もこんなかわいらしい工夫されていて、こういう看板とかとも一緒に写真が撮りたくなるような感じですね。今日こうやって撮影させていただいている日はですね、特別に来させていただいてるんですけど、もうこの配信がされている時にはいつでも来れますので、皆さんもぜひ来てみてください。はい、ちょっと少しずつ積んでいきたいなと思います。ちょっとずつね、こう色も食べれそうなものもいくつかあるので選んでいきます。特に美味しいのはこうね、あ、見つけました。こんな感じで上から下まで真っ赤っかで、この葉の部分がちょっとこう跳ねているのがすごく美味しいらしいです。取り方はこうパキッと上手に取れました。じゃーん、めちゃくちゃ大きくてずっしりしてます。美味しそう。通常はダメなんですけど、今日は特別にここで食べさせていただけるということで、取りたてのいちごいただきたいと思います。うん、うん、甘い、甘くてジューシーで美味しい。あ、ちょっと止まりません、うん、甘い、いちご大好きです。もう本当にいちごのお菓子とか何か加工しているものより、こうやってもうそのままのいちごを食べる方がすごく好きで、練乳にかけて食べるのがすごい好きなんですけど、これはもう甘いので練乳かけてるかなぐらい甘いから、かけなくても美味しい。
今はまだちらほらこう白いイチゴが見えると思うんですけど、皆さんが来る時にはもうほぼ真っ赤っかの状態になっていると思いますので、取り放題だと思います。ヤギさんに餌をあげることができるんですよ。なので私も餌やりをしたいなと思います。すごい仲良し、もう2人で俺だ俺のだって言い合ってます。仲良しですね。すごいすごい狙ってきてる。すごいすごい、おすごいすごいすごいよいしょ、すごいんですけど勢いが、ちょっと喧嘩しないで、喧嘩はよして、まだあるから、喧嘩してるすごい、あげるから早いね、食べるの一瞬で、早いな、そう2秒です、2秒、1、2、いや、1、2、2はいはいあこんなので大丈夫ですか。もっとなんか可愛い動画が撮りたかったと思うんですけど思ったよりアクティブでした。今回は茨城市にあるザ・ファームさんに来たんですけど、このザ・ファームさんに来るだけでご飯も楽しめて、植物も見ていっぱい癒されて、ヤギに餌やりもできて、イチゴ狩りもできて、実はウサギもいたりだとか、あのペットを連れてくることもできたりと、もう本当に一日中楽しめるんじゃないかっていうぐらい充実してるんですね。なので皆さんもぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。茨城市に行こう行こうと思っていただけたら、この動画の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でも関西の素敵なスポットをご紹介していきたいと思います。ということで茨城に行こう行こう。